ですね。え、びっくり。マジか。私の牛タンの日から、牛タンのずんだの牛タンの日からもう1週間経ったそうです。恐ろしい。ありがとうございます。そう、ドボンが終わったねっていうことで配信してます。お疲れ様ちょっと早くない絶対もうお仕事戻った人もいっぱいいそう。この時間見れるの？見れるから見てる人か。いつもは私の、ショールームの配信は基本的に夜しかやってないので、この時間にお邪魔することはないです、なかなか。ね、どうもどうもみんなは何してんの今。テレワーク組が見れてると、私はそうね、テレワークは見てるんじゃないの。あ、お休みです。木曜お休みの日、今日木曜だよね。おー、いいね。今日休みの人いるんだ。木曜日か。うん、割とこの時間にやっても見れるのかなと思いながらやってるんですけど、よかった。お仕事組もお仕事組も見れてるのかな。無音で見てます。仕事しながら見てます。それ仕事してるんですか、本当に大丈夫ですかね。うん、あ、去年はそうっすね、そう、去年はめっちゃたこ焼きやってた時期だよね。この時期たこ焼き配信とかやってた。待って、思い出してきた。たこ焼きの配信してましたよね。なんかもうカオスでしたね、去年は。去年で、今年はドボンが、ドボンライブでしたけど、毎年なんか戦ってますね。確かに競い合ってるある意味ね。そう、今何時ですかね。3時ぐらいまでやろうと思ってます。そんなないかも、時間もうちょっとできるかな。うん、まあとりあえず一旦ドボンから解放されておめでとうっていうことも、お疲れ様っていうことも一番にまあ言いたかったですけど、だってそうじゃない、本当に。もうこれのさ、これでずっとね、みんなね、ここ数日は特にね、ヒーヒーしてたしてか、そう、ずっとさ、割と初期というか11月頭からずっとプレイしてくれてた方もたくさんいると思うんですけど、もう後半かなり盛り上がってましたよね。もう盛り上がってたっていうか、そう、私もランクインはできたかなって、やっと安心できたのって、もう今日の朝見た時なんですよね。これだったらまだ大丈夫かなっていう、ランクインが、え、大丈夫ってぐらい、なんか2日前くらいからなんか急に順位変動がすごくなってって、もうポイント数がどん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 上がってって、そのランクインするかしないかぐらいの、そう、もうそんぐらい、もう、こういう感じでした、ずっと。多分今までのドボンのちょっとイベントに私は多分参加できてるんですけど、ここまで接戦だったこと本当にないです。こんなに、何位からだったかな、本当もう4位ぐらいからですよね。それこそ4位から下かな、5、6から分かんないけど、もう全部が7、8人くらいがずっとコロコロ変わる感じが、初めてのドボンライブのドボンイベント史上初なんじゃないかってぐらいの やばかったですね。本当に僅差みたいな。もうどの界隈の皆さんもお疲れ様っていう気持ちでいっぱいです。誰誰って感じですけど、本当にもうこれ絶対
やばかったですよね本当。みんな心情がもうねドボンにとらわれたと思います。絶対にお疲れ様ですね本当。こんなにねすごい。ドボンライブのいいところは本当あのリクエストした楽曲がやれたりとか、毎年出てるけど出てる感じだとリクエストそう聞かれるんだよ。ちゃんと答えようと思います今年は。入ったかな入ったと思います多分なんとか逃げ切ったかな。うん、ね、そう、そうユニットとかね、そういうあのなんだっけ AKB じゃない歌歌ってる時もあったよね。うん、まあ何歌うか全然でもちゃんと考えよう。アメピをやりましたね前は。前のドボンコンはやりたかったのでドボンコンでやりましたさあ何をやろうっていううん楽しみですね。でもみんなでうんね、またなんか新しいメンバーでコンサートって感じがしました、うん、でまた考えなきゃ。本当だね、そうなんですよ、うん、昨日もすごい昨日公演だったんですけどすごい楽しくて嬉しいです。明後日また出ます、公演に。嬉しい。土曜日出ます。楽しかった、昨日も楽しかった。うん、木体だけ、そう木体ね、楽しみ待って、土曜も田口さんいますよね絶対。あちゃんとしとかんと言われたところ、本当に揉めないようにね。本当だよ僕体どの辺にいるといいんだろう。わかんない、どっちだろう。どっちかっていうと私なんかあの入り口側の方が多いかも。下手側の方が多い気がします、多分景色的に。ちょっとすいません、まあそんな感じです。多分体感全く持っていかないわけじゃないけど上手が少ない。うんって思いました。ビンゴしたかったら神手、すごい確かにビンゴは神手にいるかも。います、います。神手の花道にいます。花道にも行きます。神手川でビンゴビンゴです。うん、竹内はずっと下手です。なんかさ今めっちゃねぬいぐるみの上に携帯置いてこれやってるんですけどなんか安定してんだよね。マジで支えられてる。ぬいぐるみの足の上に乗せて隣のぬいぐるみの顔が支えてくれてる。そしてこのちょうどいい高さを保ってます。この図を見てほしい。本当にどんなとこでやってんねんっていう感じで配信しています。そんな昼です。お腹空きました。そういえば朝パン食べて終わってますね。ちょっとお腹空きました。お腹鳴ってます実は。でかい音鳴りそうな時は声を大きく
して隠します、うん、かき氷行こうかな、行けるかな。そうなのよ、今ぼっちだって、ぼっちですレナパ、え、もう映画館って本当に明日で終わりなのかな。明日ってか今日もしかして、ガールズドライブの上映終了って今日なのかな。今日説ありますよね。映画館って金曜日に新しいのが出てくるので木曜で終わることが多いんですよね。そうそうそう、鏡が映ってる、これ。うん、とりあえずそうだよね、もう終わる。昨日舞台挨拶を、そういえばそう、なんか本当に昨日が一日長かったんですけど、本当に一日だったのかなっていうくらい舞台挨拶、横浜からの横浜錦糸町、そして秋葉原に行って劇場公演、そして最後は配信してたんですけど、まあ、全部に分けて、まあ、3ブロックあるじゃないですか。で、まあ、まずそう、舞台挨拶ありがとうって言ってないじゃんあーもうポストするの忘れてた、本当に。あのね、舞台挨拶めっちゃ楽しかったです。なんか今回じゃんけん大会があったんですけど、めっちゃじゃんけんが決まんなくて、私が強くて私だけじゃないね、なんかズッキーとかもみんな強くて、じゃんけんなんか途中残るんですけど、まあ、全員負けちゃうんですよ。すごくない？私こんなに負けること、勝つことないんですけど、任すことないのに、こんな割とじゃんけん弱いと思ってたんですけど、結構強いです。今年強いかも。確かにじゃんけんで勝つこと多くない？知らんか、多いんですよね。うん、そうそうなのよ、今年が運いいのかもしれないうん、勝つこと多くて、まあでもそれで本当になんかサイン入りのポスターがね、ずっと誰に当たるのか決められなくて、すごい時間がかかりました昨日。そう、おかげでリハーサルが途中参加になるそれだけじゃないです、もともとその予定だったんですけどね、昨日の僕たい、うん、リハは珍しく中盤しかやってないですね、私参加したの。中盤楽曲と、あ、ギリアンコールもちょっとできた、うん、でも一人でやってたんですけどね、あのメイクが逆に終わってたので、みんながメイクしてる時間は一人で、あの確認してたんですけど、いや本当昨日言われたところは本当知らなかったし、本当知らなかったんで、ちょっと土曜までにはちゃんとやりますうん、で昨日は配信もあって、18周年の公演のノミネート、うん、の発表をしてました。はい僕隊慣れてきたって、全然慣れないです、慣れないです、本当毎回ハーハーしてますなんかあのサムネイル公演とかは逆にもうね、なんか余裕の笑みが出るぐらいの余裕さはあって、なんか今はまだはあ終わったっていう、このまだ全然ですね、この感じは分かってきました、自分で、自分がもうちょっとできます、多分あ、でもそうだね、昨日はあまり、でも楽しかったです本当に、うん次で4回目、そう、まだ片手なんで、私まだ片手しか出てないんで、しょうがない、しょうがないまあちょっとしょうがないですね、両手ぐらいまで来たら多分楽しくなってくるはずです。
衣装もまだうまく着れなくて悔しいです。本当いつも間違えてます。ちゃんと出る前に衣装さんが見てくれてるからいいんですけど、よく間違えます。もうそろそろやめます、間違えることを。うん。みんな時間を教えてくれてありがとう、ありがとう。でも確かに僕隊になって初めてじゃないけど久しぶりなメンバー多くて、そう昨日はでも割とはーちゃんとかゆうりさんとかオメグとかいてチーム4感あったんですけど、チーム4っていうかうん、もともとチーム4だった組もいて、そうあとはあでもせいちゃんとか久しぶりだった気がします。一緒に出たのが劇場とかで、うん、田口も多分久しぶりです。それで言うとあれどうなんだろう、結構いつぶりだったかな、多分僕夏一緒に出なかったっけ、出てないかも出てないかもしれないですけど、うんうん、そう僕夏かな、なんだろう、一緒に出たことないのかな、劇場知らないです。誰か知ってますか、誰か知ってますか、公演情報ってどうやったら確認できるんだろう、本当。うんね、新鮮なのはある、本当新鮮です。だから全然毎回違う感じがする、同じ劇場なのに同じ公演演目なのに出てる子で全然変わりますね、やっぱ。うん、14時50分はいねえ、そっか、あとはあれですね、確かに特別公演みたいなので一緒に出たりとか、でも特別公演だとなんか結局演目2時間ずっと一緒に出ずっぱってわけじゃないから、そういう意味ではね出てない、うん、あこれから会議だそうです、いってらっしゃい。会議までよく見れたね逆にじゃあね、劇場もね確かにどうなってくのかね、 MVP ね、 MVP になりたいよなりたいよそりゃすごいよね、 iPad プラスまだ余っちゃうくらい、何に使おうかなそう何に使おうかも考えちゃうぐらい、うん、なんか昨日全然寝れなくて、寝れなかったっていうか寝るのが遅かったのかな、そう。でも4時間くらいは寝たんですけど、ちょっと眠いです今。でもお腹が空きました、お腹鳴ってますずっと。そろそろなんか食べよう。何食べましたお昼うん、一応聞いてます、一応みんなのご飯を。あいいね、うわお腹空いてきた、そんなん全部美味しいやん、うわうわいいね、うわお腹鳴りそうご飯食べよう、うん、自分で自分を痛めつけてる、本当だねやばいお腹鳴っちゃうもう聞かせてよはやばいって
当に。でね、さあそろそろ終わろうと思うんですけどね、なんか変、やっぱねこの時間に配信すると私が始まってない感じがするのよね。本当ある意味本当に一番オフってる時間なのかもしれない。この時間の私は寝てるわけじゃないんだけど、わかんない、10時からの方が口がよく動くんだよね、うん、そんな気がしました。なんだろうね、もう夜型なんですよ、まあ簡単に言うと、簡単に言っちゃえば夜夜行性なんですよね、めちゃめちゃに、うん、ね、今日カラオケ配信しようと、もう寝るじゃんこれ。いやマジで布団があったらすぐ寝れるぐらい、3分あったら多分さよならってぐらい、おやすみ夢の世界っていうぐらい、もう今は結構寝れるんですけど、もう今感情が2つですね、眠いとお腹が空いた、食べながら寝る可能性がありますね。そう、一応意思はあったんですっていう話です。カラオケしてよって、いやしたいんだよ、したかったんだよ、でもちょっと予定があって、このあと予定もあって、ごめんね、なんかちょびっとしかできないと、私もちょっと不完全燃焼感がある。毎回やっぱり私結構やってるんすよ、もう毎回配信やっぱ1時間やらないともう配信とみなしてないから、やっぱこう配信じゃないんですこれ、もう1時間もやってないから、何ですかこれ、もうただの日常を映した時間です。今日はこの時間はすいません、ほんと楽屋にカメラ置いたらこんな感じってぐらい、まあそれより喋ってますけど、普段よりは喋ってます、すいません、それはちょっと違いました。でも割とそのくらいのテンション感の配信でした。もういつも以上に中身がない、逆にもう少し中身あった方がいいんじゃない、そしたら配信と見なせるんじゃないってくらいの、ちょっと今日の配信はこんな感じでした。ダメっすね、ほんとありがとうね、特に何も情報がない配信を聞いて特に何もなかったんですけど、今日めっちゃ踊ったんすよ、もうこの時点でまだ昼ですけど、いやもう昼か、今日は朝踊ってたので、そう集中力をすごい使って、それもありますね、だからすごいお腹空いてます。はい、ありがとうございました、お腹空いたね、もう夕方なの、なんか食べます、ご飯食べます。じゃああっという間ですけど、今日もありがとうございました。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいたよ、もうご飯食べるね、ごめん、うん、ご飯食べなければもうちょっと配信できるんだけど、ごめん、もう欲が食欲がね、わかるでしょ、食べないとこれはダメだっていう、それです。なので名残惜しいですが、なんか悔しいんですけど、やりたい気持ちと食べたい気持ちと眠い気持ちでいっぱいです。じゃあ終わります。マジなんやねんすぎる今日のこれ、何マジで、これ配信って言わないでね、配信してたって言わないでいいよこれは、うん。13位卵豆腐さん、やめてお腹すいちゃう、豆腐じゃなくて卵に惹かれた、
12、カワワシン、ありがとう。11位、ケンタマさん。10位、YS さん。9位、香港のハルマさん。8位、筋肉愛好家さん。7位、レイナーさん。6位、笑顔になるなるヤマピョンさん。アットマーク、ドボン、おつなる。おつなるです。それな、それが一番痛かったから、まあ、言えたね。5位、TK とからとマーク、タイ。おむかー。4位、クラとマーク、舞台挨拶お疲れ様でした。ありがとう。3位、KKB。ありがとうございます。2位、ひさがさん。ありがとうございます。そして1位、うんじん。とマーク、アンレイムファンミ当たるように。当たるよ。待ってるね。ということで、あっという間ですが、終わります。こんな時間に、やっぱり向いてなかったので、またいつもの時間に出直して配信しようと思いました。まあ場所も場所だしだ。はい。じゃあ皆様、ありがとうございました。オフモードでした。以上、なるでした。さようなら。バイバイ。お仕事の人は仕事行ってきてね。頑張ってね。休みの人はぐうたらするんだよ。じゃあねー。バイバイ。